はい、皆さん、こんにちは。こちらの動画はですね、あの通訳学講座の第27回目として収録しております。え皆さん、よろしくお願いいたします。あの今回のお題はですね、まあ、ちょっと意外かなと思われるかもしれませんが、テクニカルライティングの基礎というふうなお題でさせていただきます。あのこれ、意外かなと思うんですけれども、実はこれが同時通訳に結構効いてくるんですね。ですので、皆さんにもぜひともこの知識をお伝えして、あの同時通訳で悩まれている方、あの この一語が出ないとかね、あのどういうふうに文を作っていったらいいかわからないとかいうときに、少しでもこのテクニカルライティングの考え方を当てはめることができれば、あの、時短になるよっていうことですね。そういうところを、まあ、あの、皆さんにお伝えしていこうかなと思っています。で、スライドは基本的には英語で作成しておりますけれども、まあ、日本語で説明しようと思いますので、えー、まあ、スライドを見ながら、あの、あ、英語ではこういうふうに言ってるんだなっていうのも見ていただければと思います。はい。 まあこちらある通りですね、テクニカルライティングっていうものは、まあその書き手がメッセージを伝えるときにそれを正しく、まあクリアに、つまり明確に、そしてコンサイズで簡潔にえ伝えるためにやるためのものですということで、あの、ここではっきりと言っているのは、テクニカルライティングというのは小説家になるためのものでありませんよっていうことですね。なので小説家になりたいんであれば、こういうふうなえテクニカルライティングっていうのは別に学ぶ必要はありませんということです。皆さんにとっては、このテクニカルライティングをすることで、 例えば、えー、使う単語の語数、英語で使う単語の語数を減らすことができるし、減らしながらも、えー、まだ同じことを表現できますよ、というふうなことが、まあ、メリットとして挙げられるわけですね。なので、テクニカルライティングを知っているのと知っていないとでは、あの、同時制約にも大きな差が出てくると思います。というのも、 同時通訳っていうのは、時間との戦いですね。Race against time ですから、こういうふうなテクニカルライティングを学ぶことで、え、実はこれって単語数はこんだけ減らして、同じこと言えるんじゃなかったっけっていうことを思い出せば、非常に時短のもとになりますので、ぜひとも皆さん、ここは覚えて帰っていただければなというふうに思います。はいまあ、そういうふうな動機づけがあるので、今回通訳学講座の中にテクニカルライティングというものを入れさせていただきました。 えー、失礼。こちらは unraise じゃなくて rraise ですね。n がい、えー、りませんね。失礼しました。はい。で、こちらが目次になりますが、まず最初、えー、テクニカルライティングで言われている 3Cs っていうのがあります、えー。C で始まる3つの単語ですね。えー、これは、まあ3、ここに書いてありますが、correct, clear and concise。先ほどのスライドにも出てきた通りですね。あの正しく、明確に、簡潔に書きなさいということですね。すべて C で始まっています。 で、それらを、えー、実例をもとにまとめて、最後はエクササイズで練習問題をして、えー、おしまいというふうにしたいと思います。はい。では、まず最初の 3Cs って何ですかというところですが、先ほどお伝えした通り、これはまず正しいということと、えー、明確であるということと、簡潔であると、この3つを、えーえー、まあ、まとめたものが 3Cs というふうに呼ばれています。なので、Technical Writing should be correct, Technical Writing should be clear, and Technical Writing should be concise ということが言えますが、 えここで意外と忘れがちなのが、the most important of the three is correct ということですね。なので、correct ということ、えー、まず両方として正しいということを重要視しなければいけないということです。いくらクリア、明確に言っていて、いくら単語数を削減したり、簡潔に言っていたとしても、その情報自体は間違ってましたっていうと、これは意味がないので、まず情報自体が合ってますかっていうところを確かめた上で、明確にする、そして簡素化すると、簡潔化すると。 いいいいうううこととを目指していってしててっほふうに思いますあのちなみにあの私こういうふうなテクニカルライティングの話を、まあ、時折、えー、通訳のレッスンでもするんですけれども私自身あの工,工業英検というふうな、えー、検定を昔12年ほど前に受けまして、えー、1級を取得しております簡単な試験ではなかったんですけれどもあの試験を1級をね取ることによって あの、テクニカルライティングの基礎というところは今でも頭に残っているし、これは同時通訳にも生きるなと思っています。ですので、あの、テクニカルライティング、もしくは同時通訳者の中でも、もうちょっと単語を短く言いたいよねっていうものを学びたいときは、あの工業英検、今はね、多分技術英検っていう名前に変わっていると思いますが、そういうふうな検定も参考になさってください。はい。では次ですね。 その 3Cs という内容は分かったので、その実際の例を教えてくださいということで、まず最初、Correct、正しいというものの例です、えー。この2つの文章を比べてみてください。Not all the parts are welded.No part is welded. ということで、えー、溶接するしないという話をしてますが、この2つの文章というのは同じ意味ではありませんね。なので、Not all the parts are welded というふうに伝えるところを No part is welded というふうに えー、テクニカルライティングというか、リライトしてはいけませんね。まあ、ちなみにリ、リライトっていうのは、こ,この分野ではまあ書き換えるということですね。書き換えてはいけませんと。えー、これはコ e クトの原則に反しますから、こういうふうに書いてはダメですねということです。はい。それは当たり前だとして、二つ目は clear ですね、えー。これ、なかなか盲点かなと思いますが、こちらの文章を見てください。一つ目の文章。Perform visual inspection to parts which include visual effects, visual defects and wrong dimensions. ね こちらの文章っていうのは、which っていうのね、単語ありますけれども、これは関係代名詞でね、使っていますが、これの使用、えー、指している内容が不明確であるというふうな問題です。はい。例えば、えー、parts which って来ているのに、まあ、普通に考えますと、まあ、部品、ね、部品のところを見ないといけないわけですね、えー。部品の目視検査をしなさいということなんですが、その parts の例として出てきているのが visual defects。 これは、まあ、目視的に、外観的に見て欠陥がないかっていうところですね。で、wrong dimensions っていうのは間違った寸法ですよね。はい、寸法的にこれ間違ってませんかっていうところを見なさいということなんですが、それって、え、見なきゃいけない観点なんじゃないですか、視点なんじゃないですかっていうふうに思いますよね。なので、ここは、h ー a r t s which っていうふうには言えないと思うんですね。 はい、なので、この which っていうのがクリアではない。明確ではないので、テクニカルライティングとしては、これ原則に反するということです。あの、皆さんももしかしたら、こういうふうな which は使っているかもしれませんね。parts which って来てるけども、which の後で入ってる内容が、えー、厳密には parts とは違うというふうな場合あると思います。これはクリアの話になりますので、えー、書き換えるとですね、perform visual inspection、ここまでは一緒です。t e two parts、これも一緒です。で、えー、どういうふうな観点で見なさいっていうときは、for。 っていうね、全知晶を使ったりですね。はい。で、visual defects and wrong dimensions というふうなところは一緒で、この which を for に変えるだけで、あの、意味としては一緒。えー、失礼。意味としてはより正確、明確になりますね。はい。こういうふうな書き換えの例もあります。clear にするということですね。うん、はい。あの、clear にするということは、あの、一つの文章に対して、二、えー、つ、三つ、四つの解釈が割れるような文章にしてはいけないということです。 はい、当たり前のように見えますが、これなぜかというと、例えばあの製造業などで図面がありますと。で図面の中に少し英文が書いてあると思いますが、そういうふうな英文があの、A さんはこういうふうに通りました。B さんは違うふうに通りました。C さんは全く違うふうに解釈しましたっていうと、その図面からできる製品が、えー、100個できたら 100, 個100通りの部品になっちゃう、製品になっちゃうわけですね。これでは問題ありますよね。これは問題なので、えー、ちゃんと一通りの解釈しかできないような文章。 にするというところが、このテクニカルライティングでは非常に重要なところになりますので、クリアというところもしっかり押さえておいてください。次ですね。最後は、コンサイズね。簡潔にっていうことです。これが一番テクニカルライティングといえばこれだよねっていうふうな、まあ象徴的な原則になると思います。で、次、見てみましょう。この例文です。The device is used to learn the existence of an error っていうことですね。で、まあこれは簡単に言うと、日本語からのまあ直訳ですよね。 よくわかるかなと思います。ですが、これをテクニカルライティングで直していくと、どうなるかというと、どん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 不要な単語がボロボロと削ぎ落とされていって、非常に引き締まった英文になっていきます。どういうことかというと、この1番から2番ですね。The device detects an error ということですね。はい。to learn the existence of というふうな、to learn the existence of。5つ単語ありますが、その単語5つを detect というふうにえ、一つの単語で置き換えているということで、このたった1、えー、語ですけれども、まあ、非常にたくさんの、えー、節約ができていますよね。はい、なので、これが、まあ、コンサイズの一つの例になります。うん、他にもたくさんありますが、えーあと、あとでいくつか例を紹介していきます。あのコンサイズの力がなぜ強いかというと、あの単語を一つ言うだけで、同じことを意味をしているんだけども、えー、より意味が適切かつ、 単語の量を減らせるので、文章の量が減らせる。つまり、10ページあった文章が5ページぐらいに圧縮されるかもしれないってことも、テクニカルライティングをちゃんとやれば、あの、全然可能なわけですね。はい。 これは非常にあの良いことだと思います。ので、ぜひとも皆さん、このコンサイズっていうところは、いろいろ意識してやってみるといいと思いますし、あの、主に常時通訳で、あの、テクニカルライティングが生きてくるところって言えば、このコンサイズのところですね。あの、簡潔にするというところです。はい。一つ目のやり方としては、その動詞を考えることによって、えー、単語の、えー、数を大幅に減らせたということですね。はい。ということでした。 じゃあ、いくつかこういうふうなテクニカルライティングには文のパターンがあるんじゃないかということが分かってきます。というわけで見てみましょう。テクニカルライティングプレフ f ースというなので、まあ、こういうふうに書くことを好むということですね。はい。一つ目、use もしくは economize ミニマム、ミニ m ム number of words、えーまあえー、最小限の単語数を使うということですね。はい。もしくはそれを、えー、言い直すならば economize ね。節約するということです。 エコノマイス u ナン e r オフ w o r ス s、まあ、ということでしょうね。単語の数を節約する。もしくは最小限の単語数でい、えー、くということになります。なので先ほど言ったようなコンサイズの原理ですね。で、えー、それのみならず2番目、アボイ d クラウ u s e s ということで、いわゆる説、if 説とか when 説とか他にもいろいろありますよね。そういうふうな説、えー、を、えー、嫌,う嫌うというか避ける傾向があります。というのも、そういうふうな説を使ってしまうと、They always accompany subject and verb. あの主語、述語、主語、動詞というものを必ず連れてこなければいけないので、あの語数がどんどん増えていきますよね、ということになります。もし、その、if 節とか when 節とかを使わなくても良いのであれば、例えば、for とか言いましたね、先ほどのあれではね。for って言えば別に sv をつけなくても良いと。そういうふうな感じで、節を作らなくても、他にも表現するやり方あるんじゃないですか、ということですね。例えば、名詞で終わらせるとか、同名詞で終わらせるとか。 いろいろあると思います。文型を変えるとかね。はい。で、三つ目です。え、use verbs rather than nouns. え、because the verbs express messages more directly than nouns do. ということで、え、名詞ではなく動詞を使うってことですね。はい。まあ、あくまでこれ prefers to なんで、あの、名詞よりも動詞を好むぐらいだと思ってください。絶対に動詞じゃないといけないということはありません。ですが、この、え、名詞より動詞っていうふうな、 考え方が生きてくるのはこの後の例文ですね。あ私が言っている意味が、えー、後々分かってくると思いますが、あの動詞で言った方がそこで言っている内容っていうのは非常に直接伝わってきますね。かなりダイレクトに伝わっていくというのはあります。はい。で、こういうふうな動詞を最初にバンと持ってくることによって、あの、語数を削減することにもつながります、はい。これはまた後でお伝えしていきますね。じゃあ、例えば、ここからはエクササイズ、練習問題に入っていきますけれども、えー こちら二つ文章ありますので、皆さんリライト、書き直しをしてみてください。今まで話をした原則をもとに、この二つの文をどういうふうにしたら、もっと凝縮単語を減らせるのか、そして明確な文にできるのか、意味を変えずに明確な文にしつつ単語の数を減らすんですね。はい、皆さんちょっとやってみてください。ここで皆さん動画を止めて、そうですね、1、2分ぐらいでいいと思いますから、やってみてください。 はい大丈夫でしょうか、えー、じゃあこちら1番目の方はですね、If the button is pushed, then the computer will start. というふうな文章ですね。ボタンをが押されたらコンピューターは起動しますよということですね。で2つ目、This report includes the description of the methods of using the device. はいえー、このあたりの文章を見て、そろそろあのテクニカルライティングとして、ここは臭いよね。つまり、ここは絶対に手の付けようどころがあるよね。っていうのが分かってくる。えー、目星がつけばいいかなと思います。はい、皆さんはどのあたりを目星つけますでしょうか。では、えー、この次のスライドでその答えをお伝えしたいと思います。こんな感じですね。えー、If the button is pushed, the computer will start. っていうのは、push the green button. あ、こ green いらないですね。失礼しました。えー、この green はちょっと消しておきましょうね。 はい。えー、はい、失礼しました。というわけで、えー、もう一度、えー、仕切り直していきましょう。Push the button to start the computer というふうにしています。はい。えー、ここは、if 節を好まないということでしたから、if 節を除いてやるとどうしたらいいかというと、実は命令部になってるんですね。命令部になってます、ここは。 何々するためにこうしてで小説家とか、えー、きれいな文きれいっていうかこうねあの文体にこだわるような業界ですとこの命令文でガツンと始まっていくっていうのは、まあ、こう少しどういかがなものかってあると思うんですが今ここで考えているのはそのテクニカルライティングですので物を作る時にみんなが同じものを見てみんなが同じようなもの、えー、を作れるようにするというふうなところが、まあ、背景にありますから、えー、命令文で始めるっていうのは非常に効果的なわけですね。 命令文で始めて、あ、こうしないといけないんだって分からせる。という意味で、えー、ここで始める。で、えー、Press the button とりあえず、まずボタンを押しなさいっていう風な動作を先に言ってしまう。で、その後で、to ーステージで繋げるということですね。そうすれば、えー、コンピューターが起動するということですね。なので、今までの英文法、学校英文法で言うと、コンピューターを起動するためにボタンを押しなさいってなりますが、えー、これは同日薬的に、もしくはテクニカルライティング的に言うのであれば、まずボタンを押しなさい。で、そうしたら、 この to ー定テイていうのはそうしたらこうなりますっていうことを言っているわけですから、えー、コンピューターが起動しますっていうことですね。はい。なので、こういうふうな、えー、命令文で始めて to ー定テで、えー、さらにつなげる。そうすることで、if、え、節、ー、みたいな感じで、if、え、節、ー、の主語動詞みたいなものを、えー、重複させなくてよくなるということでした。はい。これが一つ目ですね。命令文で始めるということ。二つ目。This report includes the description of the methods of using the device. ね。 えまあこのあたりがきな臭いなっていう、臭いなっていう感じがここあたりにするかなと思います。えー、それらをまあうまくえ度母数を減らすのであれば、こうなるでしょうと。This report describes まず、名詞を description of ってきてたのを describes にしてます、はい。なぜこの時点で動詞にするのがいいかというと description って言ってしまった時点で絶対 of か for か、なんかこう、全知識を伴わないといけないわけですね。なので、その時点でもう単語の数を増やしますよっていう意思表示になってしまうわけです。 なので description of っていうよりは describes っていうふうにバンと動詞で決めた方が早いわけですね。で、その次。the methods of using the device. はい。これはおそらく直訳かなというふうに思われますが、装置の使う方法ですね。はい。もちろんこれは how to use the device っていいわけですね。はい。ですが、この the methods of using っていうところがなぜ、まあえー、好まれないかというと、まず methods って言った後で of また入れなきゃいけないですね。名詞で言ってるから。 で、その後で、これ前置詞なので、オブは。その後で、use ではなくて、using という風に、ing をつけないといけないという制約がかかってきますね。はい。そういう風なところを覚えてますかっていう意味で、まあ、若干正しい英語を書けるハードルが高くなりますね。で、数がこちらで言うと、how to use という風に、まあ、たった3語で終われてしまうということですね。はい。なので、この this report describes how to use the device. っていうふうな方を一つあの頭の中に入れておくだけで、まあ、非常にあの皆さんもテクニカルライティングの考え方がわ、えー、かるんじゃないかなと思います。この一部に結構象徴的に現れているんじゃないかなと思いますね。はい。例えばこの1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12単語あった英文が1、2、3、4、5、6、7、8。 8ですから、12から8ということで、す、え、で、ー、に3分の1がなくなっているわけですね。これでまあ66%ぐらいの単語数で、えー、終わっていると。でもし、これたった1分ですけれども、これを100回繰り返したとしたら、えー、1 2十二2 × 1 0 0だから、1200ですね。1200語が805に変わるということで、まあ、大きな、えー、文章量の削減になりますよね。はい、というわけで、たった1分なんですけれども、まあ、侮ることなかれということで、テクニカルライティングの力は非常に大きいと思います。 はい。じゃあその力を体,現体験していただくためにこれ、次はですね、パラグラフ、段落の単位でやってみましょう。ここに書いてあるこの段落をですね、リライト、皆さん、してみましょうえ。まず読み上げてみますね。o u r dishwasher DW91, a breakthrough from our old DW81 is turned on by pressing the yellow button.If you want to clean the dishes faster, select the red button.If you press this button, Your dishes will be washed in as fast as five minutes. If you want to dry the dishes that are already washed, select the green button. Pressing this button dishes dries the dishes. If you press both the green uh, green button and the blue button, the dishwasher washes and dries the dishes in an automatic fashion. DW91, a breakthrough in dishwashing. というわけで、えーまあ、製品の一つの説明ですね。はい、こちらに、えー、93号使っております。93ですね。皆さんはこれをどう思いましたか、まあ、かなり上調な表現が意図的に含まれていると思います。なので、このあたりで読む中で、ここのあたりはもうこれに置き換えよう、あれに置き換えようっていろいろ考えられると思いますので、皆さんも考えてみてください。えー、次で、えー、解説をしますので、どうでしょう。皆さんここで一回動画を止めて、えー、やってみてください。 はいえー、皆さん、えー、取り組みいかがだったでしょうかまずは1分目からやっていきましょう。これもまあ長いですし、何がダメかというと、あのー 主語動詞が分かりにくいですね。なぜかというと、ここに b r e a k t h r o u g h from our old DW81 っていうのが同格として挿入されているわけなので、あの、これは小説とか、いわゆるこう、普通のね、あの、ライティングだったら、まあ、同格として全然 OK なんですけども、やっぱり同じものを作りましょうっていうことで考えると、この同格っていうのはあまり好まれないかもしれませんね。誰が見ても分かるようにするということですね。はい。で、かつ、is turned on. っていうところの受け身になっているので、本当にこの受け身を使う必要があるかというと、そうではないと思います。先ほど言った通り、やっぱり命令文でボンと始めていった方が、この、えー、食、えー洗濯えー、食器選択機ですかね。はい、えー。これが非常に使い方分かりやすいと思いますので、えー、知らない、知らないじゃない、いら,らないものをどんどん削除していきましょう。というわけで削除していきますと、<laughs> uh, Our dishwasher DW91 is a breakthrough from our old DW81. ということですね。まずここで i s というふうにちゃんと置いています。ねはい、で、えー、ここで81 to 91というのは違いますよ。や91の方がまあ新しいんですよ、えー。画期的なんですよということを示しています。ここで文章終わ,た終わってしまう、ね。ピリオドで終わってしまっています、ね。で、その次に、えー、命令文をつけて Press the yellow button.、ね、で、t o o t h d a s で言っています。To turn on the dishwasher.Turn、ね、on. で,でつなげているので非常にわかりやすいですね。押したら起動します。っていうふうな順番になってます。はい。こちらの方は受け身になっているので、えー、少しわかりにくくなってますね。はい。次です。If you want to clean the dishes faster, select the red button.If はい。If、you press this button, your dishes will be washed in as fast as five minutes. まあ、かなり順調なところが含まれていると思いますね。この2つの文章も実は1つに直せるということで、これです。 Press the red button. これはもう例ベ文で最初からガッと言ってます。で、to ーフテンシでやって、to wash the dishes in five minutes っていうことですね。はい。5分でできますということで、えー、as fast as というふうな主観的な速さっていうのはもうなくていいですね。ということですね。はい。これを早いと見るか、遅いと見るかちょっとわかんないですが、普通に in five minutes で、まあ、良いだろうということですね。で、your dishes っていうのも、まあ、いらないですね。普通に dishes っていうふうに、えー、まあ、t h e dishes っていうふうに書いてますが、そういうにやれば良いと。 はい。こういうようなことで、ここが一番削減のポイントだったんじゃないかなというふうに思います。はい。あの、基本的にこのテクニカルライティングでは何々したいと思うならば、want to とか、えー、いうのはあまり出てこないと思いますね。はい。えー、この you っていうのもあまり出てこないと思いますね。はい、えー。もう少しもう無味乾燥というような感じの文章が非常に多いかと思います。はい。次ですね。また同じような感じです。If you want to dry the dishes that are already washed, select the green button.Pressing this button dries the dishes. これも一緒で、えー、命令文から始めてみましょう。Press the green button to dry the dishes already washed. はい。という感じですね。これで、まあ、二つの文章が一つになくな,なりましたと。で、まあ、ここは、あの、同じように命令形トゥーフテンシできてますが、この最後の already washed というのは、もしかしたらいらないかもしれないですね。だからそういう意味では、格好に入れた状態で、えー、もういいかもしれません。というのも、dry って言ってる時点で、洗ったものを もしくは濡れてるものを乾かすわけですから、この Already Washed というのはなくても良いかもしれませんね。はい、なので、どうしてもこの2つの単語を削減しないと、あの新しいページにワードがいっちゃうんですみたいな、そういう,うな単語の制約がある場合は、Already Washed なのかは,なんかはあの削減する第一候補かなというふうには思います。はい、ですが、先ほどの例文から見ますと、That are というところが抜けて、 already washed, もうすでに、あの、過去分詞として使っていますので、こういうふうな、that are とかね、that is とかね、いうふうな、関係代名詞プラスビード詞っていうのは、大抵の場合、抜ける、えー、削除できる対象になります。はい。という感じで、過去分詞を有効に使って、あの、語数を減らす。これは、あの、同日薬でも全く同じように植えるわけですね。はい。では次です。If you press the green, both the green button and the blue button, the dishwasher washes and dries the dishes i n automatic fashion. はい。え、ここですね。in an automatic fashion. ここも、え、かなり、え、節約できると思います。ここは、automatically というふうな、自動的にというふうな、1単語で終わらせてますので、1、2、3、4と4つの単語が1つになってます。はい。こういうふうに、まあ、基本的には、press っていうのは命令文ばっかりですけれども、press both the green and blue buttons ね。ここも、green button and the blue button っていうふうに、ボタンを2回言うことなく、green and blue buttons っていうふうにまとめてしまえばよいと。 で、トゥーフレーシでつなげて、えー、最後はオー t マ c a カ l y で締めるということですね。こういうふうに、全知識で来ているものですね。in an automatic fashion。で、来ているものを副詞で言い換えるっていうタイあのパターンは結構多いですね。オートマティカリー。というふうに、あの非常にあの簡単に単語を減らせるテクニックかなと思います。 こういうところもです、ね、あの同時通訳でも生きてくるかと思いますので、あのできるだけ副詞で表現することによってあの早く終われるというところはあの覚えておいて、損はないかなというふうに思います。はい。で、最終的にどれぐらい、えー、パラグラフが変わっていったのかというのを見てみましょう。こんな感じです。our dishwasher DW91 is a breakthrough from our old DW81.Press the yellow button to turn on the dishwasher, press the red button to wash the dishes in 5 minutes, Press the green button to dry the dishes already washed.Press both the green and the blue button to wash and dry the dishes automatically.DW91 is a breakthrough in dishwashing. ということで、えー、60単語、65にまで削減ができました。えー、覚えてますか先ほどは93単語あったので、 93から60まで減ったっていうことで、これ先ほど計算機でやってみると64、64%まで下がったっていうことです。つまり36%の単語を削減できたっていうことですね。はい。このようにして考えると、どれだけ日常の英語がまあ不要な単語であふれているかっていうことがよく分かりますね。はい。で、これが実は同日訳にもほぼそのまま当てはまるということで、説を作ってとかね、やることも大事なんですけども、if 説も作ることも大事なんですけども、一方で、それを使わないでも表現でき ででできるやり方っっててないすすかっていうことですね、はい、その一例としてテクニカルライティングが参考になればいいかなと思っています。はい、なのでもう一回まとめを、ねえー、再掲しておりますが、テクニカルライティング prefers to use minimum number of words 最小限に抑えるということですね、えー。そして avoid clauses 説は避けるということですね。で use verbs 動詞をガツンと最初に入れておくことによって例えば describes とか、ね、ありますよね、えー。そうすることによって rather than n o s、えー、名詞の代わりに使えるので、その後に名詞だったら全知詞を入れて、また名詞を入れて、また全知詞を入れてっていうふうな、まあ、エンドレスなサイクルを、えー、回ってしまうことになるので、その意思決定をするよりは、もうどうしてボンと言って、その後目的をボンって言ってしまった方が非常に良いと。あのその方が早いと思いますね。はいえー、そういうふうにすることで、テクニカルライティングっていうのはあのー、作られていますし、 これらをまあ応用していくことで同時通訳にも生きてくるんじゃないかなと私は思っています。はい。というわけで通訳学講座第27回テクニカルライティングの基礎というところでお伝えしてまいりました。えー、同時通訳とのまあ関連をね、えー、考える一つの参考動画になればいいかなと思っております。はい。ではここまでご覧いただきましてありがとうございました。